はい、どうも皆さんこんにちは。今日は2022年の1月の5日水曜日でございます。で今日はですね、ちょっと名古屋の、車両とか駅に行くことができなくて、ちょっと、まあ、ここからの流れなんですけど、南紀1号については4両編成ということですね。その軌道の流れを組んで、の運行というような形になっております。特に車両の組み替えとかございませんね。南紀号はですね、この1号と、まあ昨日の流れで5号ですね、まあ、4号、5号とか、そのあたりが4両編成、3号については2両編成というような形になっております。で、飛騨号については、基本的には増結はあまりされてないんですけども、5号と、9号が6両編成ですね。そんな形の増結になっております。さあこれね、近鉄の電車で、ね、ラッキングトレインをちょっと見ておきました。そしてこちらが南紀3号金桂池ということで、2両編成ですね。もう2両にね戻ってしまったというところでございます。まあ、1号については昨日の8号をそのまま充当してきたのかなという感じでございますけれども、まあ、3号はね、今日はあれですね、2号は車庫に帰っておりますので、まあ新たに出庫という感じですかね。組み替えが行われておりますね。中間車両がまあなくなっているという、中間の先頭か、それがなくなっているというような形でございます。さあ、南紀5号のこのあれで終了でございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。また明日もお会いしましょう。ぜひともご視聴ください。それでは、さよなら。